センスすごいよ。はい、高橋かりんです。うちね、おばあちゃんがお茶の先生だったんですよ。だから家に昔から扇子いっぱいあって、あとなんか子供の頃もハリンちゃん扇子これあげるからねみたいな感じでいっぱい扇子もらってたんで、扇子の方が馴染みがありますね。あとやっぱ小さいから持ち運び便利だし、うちわってなんか気づくと破ってない、穴開いてるっていうかボロボロになってるっていうか、なんか持ち運びにあまり向いてないななどと思っています。お家だと楽でいいんですけどね。はい、この番組は高橋かりんのすごいよレベルを上げていくことで美味しい思いをみんなで共有していくレベルアップバラエティです。レベルが上がると様々なアイテムが手に入ったり、特別なイベントが実施されたりと美味しいことが起こっていきます。ちなみにすごいよかりんちゃんツイッターのフォロワー数が100増えるごとにレベルアップします。この収録時のレベルはこちらです。はい、そして現在確定している美味しいことはレベル230です。ごいよかりんちゃん出前を取って番組収録となっております。みんなの力を私にくれ。コーヒーです。行きましょう。すごいかりんちゃん今回もよろしく。すごいよかりんちゃん。はい、改めまして高橋かりんです。あ、これだったら相棒だったわって、さっき紅茶じゃんってなったんだけど、この今の間の間になったんだけど、そういえばさ、相棒さ、新しい相棒またさ、亀じゃんね。私やっぱ一番亀が好きだからさ、嬉しいわっていう話終わった。はい、じゃあ振り返っていきましょう。7月2日に開催されたセカンドショットのカラオケイベントを来てくれた人、配信見てくれた人ありがとうございました。セカからですね、配信は7月23日までタイムシフトで見られるので、ぜひよろしくお願いします。私はですね、昼の部と夜の部両方に出演させていただいたんですけれども、昼の部は下地しのちゃんとトライアングラーを歌いました。そして夜の部はゴージャスさんとポニョを歌ったんですけど、ゴージャスさんとは練習する機会なかったんですが、しのちゃんとは事前に練習して、あのカラオケに一緒に行って歌いました。トライアングラーでどっちがどっちのパートやるみたいなやり取りがあったりとか、あとあのカラオケの曲の種類によってさ、あの歌の歌詞がさ、パートで色分けされてるバージョンとされてないバージョンがあるじゃないですか。だからこっちの色分けされてるバージョンでやってもらおうねとか言ったりとか、はい、そんな感じでいろいろ話し合いをして、あとこのパートでは何するみたいな、あの歌詞ないとこ何するとか決めたりとか、いろいろ練習しました。はい、昼夜でね、私それぞれソロも違う曲を歌っていますので、ぜひご覧になっていない方、もう一度ご覧になりたい方はタイムシフトで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして番組のカラオケも今週から復活します。やったー、イエーイ。はい、ということでレベル220達成のね、美味しいこととしてカラオケが復活します。皆さんリクエストぜひよろしくお願いします。この間6月のカリノパレットの放送でも言ったんですけど、あのみんながリクエストしてくれると本当に助かりますし、嬉しく思っているのでたくさん送ってください。今まで歌った番組内で歌った曲ももう2年ぐらいブランクあるんで、なんかそういうのは一切考えずまた同じ曲を送ってくれてもいいですし、はい、あのただなんかみんな見てくれるみんながなんか知ってそうな曲とか、私が知ってそうな曲の方が採用されやすいですやっぱあのでももちろんあなたが好きでみんなは知らなそうな曲でもいいんですけど、はい、なんでたくさん送ってくれると嬉しいです。なんかアーティストさんだとカラオケ屋行ったらあの王冠マークついてたりとかして、あのこの曲が有名だぜみたいなやつを送ってもらえるととても助かります。私が選びやすくて、はい、ということで皆さんぜひぜひ知っている曲も知らない曲もたくさん送ってくれたら嬉しいです。お待ちしています。
そして、7月3日はドクターストーンウィンドウオーケストラがありました。はい、トークゲストとして出演させていただきました。スイカをイメージした緑色のワンピースにスイカのピアスをして出たよということでね、そちらもありがとうございました。ところで、あさって7月7日は七夕です。短冊書こうぜということで、短冊を書いていきたいと思います。あの7月1日にですね、ゴジポンミュージアム、伊沢美香子ちゃんとやっている新番組ゴジポンミュージアムが配信されたんですけれども、そこでもね、七夕飾り作ったりとか、七夕のことして遊びました。もうだから 1,2,3 でなんかいろいろなことが起こった先週末だったわ。何色にしよう。何色がいいかな。濃いピンクにしようかな。濃いピンクの人いないから。何かこう、去年のお願いはちなみに覚えてないんですけど、さっき見せてもらったら推しに会いたいって書いてました。でも聞いてください、推しに会えてない。推し日本来たけど会えてない、悲しいな。お願い、何かこう願い事なんてねえよ。願い事なんてねえよ。なんだろう。なんだろう。まあ推しに会えてないからね、去年。今年の夢はこちら、でん、勝ち組オタクになれますように。勝ち組オタクが何を指してるか私あんまよくわかんないんですけど、私的イメージは、まあきっと、まあ、これは私勝手な個人の予想なんですけど、まあ、そろそろ奏の新しいカードとかもしかしたら来るかもしれんし、 FGO ももしかしたらなんか誰か推しキャラのガチャカード追加来るかもしれんし、などなどを考えると、やっぱそれを一発で引く。そして、いや私やっぱ愛されてるから奏にって今回も言う、などのような、そのようなあの勝ち組オタクになれますようにという願いを込めて、あと、あの欲を言ったら推しに会いたい、それなどを含めた勝ち組オタクになれますようにという願いでした。じゃあちょっと紐をもらっていいですか。じゃあこれをね、かけますよ。よいしょ、はい、じゃあここにかけようかな。はい、キラキラの隣に置くことでなんかきらびやかなパワーをもらいたいなという気持ち。はい、勝ち組オタクになれますように。はい、ということで、いや、いいね、なんか勝ち組っていうワードが良くない。なんかわかんないけどね。はい、ということで、皆さんからいただいたメールを紹介していきましょう。はい、トイネームディースケさんからいただきました。ありがとうございます。かりんさん、こんばんは。こんばんは。6月になり梅雨入りしたと思ったら、6月末には梅雨明けとなりましたね。観測史上最速なんだとか。かりんさんは、これは自分が最速や、いや、こんな最速を測っていたな、とありますか？ちなみに、自分は小学生の頃、学校から家までの帰宅時間の最速チャレンジをよくしていました。今年の夏は暑く長くなりそうなので、かりんさんやスタッフさん、党員の皆様も体調にはお気をつけください。それでは、ということでありがとうございます。はい、最速ね。私、いつも支度が1時間半とか2時間ぐらいかかるんですよ、毎日。というのも、起きてからうーんってしてるのがまあ10分とか、支度しながらうーんってしてるのが多分30分ぐらいある。
でめっちゃ時間かかるんですけど、なんか寝坊した時にバッて起きたら、やばいあと10分で出なきゃいけないって時があって、その時10分で支度して間に合ったんですよ。だから普段からもっと早くできるやろと思って、最速10分だったんで、なんかなんでと思ったんですけど、やっぱこう長く早く起きて長く支度していく間にこう覚醒意識が覚醒していくというか、なんかそういうその何心を落ち着ける時間みたいのを取ってるのかなって思った。やっぱ10分で出た日はもう焦りすぎてもうずっと焦ってた、仕事間に合ったのにもかかわらずずっと焦ってたから、やっぱちょっと焦りの気持ちがさ、なんか乗ってしまうから良くないなって思った。そのためのこのいつもの2時間だったんやと思って思ったね。なんか時間といえばさ、昔さセカンドショットフェスでさ30秒を測ストップウォッチで測って、その間になんかゴージャスさんに質問とかされて妨害されるみたいなゲームあったじゃないですか。で私限りなく30秒に近くて、で時間すごってなったんですけど、萌えさんか誰かもさ確か30秒近くて、でなんかその時になんかなんかの童謡なのか可愛いなんか歌を心の中で歌ってたからできたんですって言ってて、で私は練習したからできましたって言ってたんですけど、実は心の中でアンバランスなキスなんだっけタイトルキスをしてを歌ってて、なんか割れた鏡の中テルルテルルルってでそこでなんかこのここの歌詞までってなったら30秒だっていう風に練習してって、でなんか帰ってお母さんに、あなたそれで練習してたのになんでそのこと言わなかったのって、そういうこと言ったら面白いじゃんって言われたのを今でもすごく覚えてる。なんか普通に真面目に練習しましたって言っちゃって、こういうとこだなって思ったんだよね。なんか悲しくなっちゃったから次のメール行こうそういうとこなのよ。はい、では続いて当院ネームしょごさんからいただきました。ありがとうございます。かりんちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日行われていたゆうきんちゲーム&トークイベント配信にて参加しました。お付き合いの長い4人が仲良く遊んでいる姿を拝見できてとても癒されました。オーバークックでは青鬼の先輩後輩が逆転したり、人体模型のゲームではかりんちゃんが破壊を繰り返してて、破壊はしてない、笑いどころ満載でした。対決はかりんちゃんの大活躍でタイさんの勝利となりましたね。おめでとうございます。楽屋では諸事情で騒がしくできなかったそうですが、どのように過ごされましたか。またどこかでかりんちゃんがゲームする姿を見たいです。それでは PS パンダのパジャマ姿大変可愛かったです、ということでありがとうございます。先日ね、ゆうきんちゲーム&トークイベントというイベントに参加させていただきました。桑原ゆうきちゃんと高田ゆうきちゃんの番組で、長江梨花ちゃんと一緒に、後輩の長江梨花ちゃんと一緒にゲストとして呼んでいただきました。で、なんかこの手紙に、手紙にだって、メールにオーバークックとか書いたんだけど、ゲーム&トークイベントだったんで、いろんなゲームとかボードゲーム的なものとかをやったイベントだったんですけど、オーバークックとあと人体模型になんかはめていくっていうボードゲームみたいな、アナログゲームと、あとなんかね、白いボールを、球体を積み重ねてなんか転がさ、落とさないみたいなゲームと、あとアイスホッケーみたいな、ホッケーゲームみたいなやつをやったんですけど、どれも意外と難しく、そしてオーバークックは私今まで1回しかやったことなくて、その日楽屋で練習させてもらってやって、その練習してた時ずっと私ね、オーバークックのその材料運んで切る係だったので、長江がお鍋係のパートになってて練習してたんだけど、本番になったら私がお鍋係になっちゃって、でお鍋すぐ燃えるじゃん、火ついちゃうから、なんかそれができなすぎて、長江にもうカリさんいいです、大丈夫です、鍋だけやってくださいみたいな言われて、こう先輩後輩が逆転したり、あと人体向けのゲームはそのはめていくんですけど、
はめる時に他のパーツが外れちゃって、もうすでにはめた他のパーツが、で私は破壊を繰り返したってここでしょごさんに言われてますけど、破壊はしておりません。はい、あの人体模型のゲームめっちゃ怖かった。なんかね、その人体模型とかのゲーム結構頭使わない系じゃないですか。というのもですね、昼の部でなんかオセロみたいなゲームをやってて、で何種類かゲーム準備されていて選んでいいですよ式だったんですけど、もうね素晴らしいですよ長井と私、あのゲームはないですって言ってすごい二人で意思疎通ができて、でこのゲームかこのゲームか、まああとはババ抜きとかですかねって言ったら、全く長井も同じこと言ってたらしくてだからそうオセロゲームは青に NG になりましたちょっとルール難しそうだったんで、直前にそんなわからないですっていう、覚えられないですっていう感じ だったんですけど、そこがなんか似てるなやっぱっていう面白さがありましたね。楽屋はなんかね、向かいのお部屋で勉強会みたいな講習会みたいのが行われていて、静かにしなきゃいけなくて、はい、でずっとその講習会の部屋換気のためか扉開いてるんですよでも廊下一緒なんで前通るじゃないですか、だからなんかパジャマの人歩いてんだけどみたいな感じになっちゃってで、お化粧室とか行く時もなんかそこの講習会の人と出会っちゃったりすると、この人たちなんでパジャマなんだろうみたいなちょっと雰囲気を感じられてすごい恥ずかしかったです、はい、私はパンダのパジャマ着たんですけど、すごいよでも紹介したジェラピケのパンダのやつにしました。で絶対パンダにしようって思ってたんですよ。で6月ぐらいに発売だって聞いてたから、いや間に合わないかなと思ったんですけど、お買い物行ったらパンダが陳列されているのを見て、おおじゃあもうこれでいいじゃん買っちゃおうと思って買って、で来て長井にこれって見せたら、いやかりんさんは絶対そのパンダにすると思ってたんでパンダは避けましたって言われてさすがだよって思ったすごいチームワークが取れた2人でございました。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。すごいよかりんちゃん頼むぞかりんとーりんレベルアップチャレンジ。このコーナーはツイッターのアンケート機能を利用した企画です。これから私がイラストを描きます。そのイラストが何のイラストなのかは秘密。アンケートの4択から1位になった答えが見事正解だった場合、すごいよかりんちゃんレベルが1位上がります。そして前回の答えは連鎖していく悪夢 24% 悪夢の習慣 3% 悪夢キャラクター大賞 46% 悪夢見た順番 27% ということで、正解は3番だったのでレベル1アップです。イエーイ。あれから悪夢見たってことなんですけど、悪夢見てない。でもさっきそこでメイクしてもらってる時に夢見た3回ぐらいはい、ということで今回のお題を見ていきましょうむずいな。むずいな。特徴がむずいな。はあ、むずいな。じゃあ参りましょう。用意。制限時間30秒。用意スタート。なんかわかんない。なにこれ。なにこれ。なにこれ。誰。いやもう今日ダメだわ。問いの皆さんテレパシーで伝わってください。キヨキッピョよろしくお願いします。すごいよ。すごいよかりんちゃんプレゼンツアテレコ選手権。番組ホームページ、ツイッターにアップしたお題写真、それにあとアテレコセリフを送っていただき、それを私がアテレコします。一番面白かったアテレコセリフを送ってくれた方には私の落書きを入れた世界に1枚だけの番組ステッカーをプレゼント。そしてお題の写真はこちらです。はい、ではトイネーム小次郎さんからいただきました。隊長、ついに新種を発見しました。
新種パンダね。私がパンダに発見されたのかと思っちゃった。トイネームパンダルマさんからいただきました。その日パンダたちは思い出した、カリンちゃんに支配されていた恐怖を。トイネームあっちゃぎさんからいただきました。いいよいいよ、じゃあ次は目標のポーズしてみようか、パンダだっつの。では続いてケンティ二世さんからいただきました。いいよいいよ、みんないいよいいよ好きだな。いいよいいよ、君の笑顔はまるでパンダみたいだよ。パンダだっつってんだろ。はい、ということで今日の一番を決めたいと思います。もうこれだわ。さあ今日の一番はこちらです。その日パンダたちは思い出した、かりんちゃんに支配されていた恐怖を。はい、ということでこのセリフを送ってくれたパンダルマさんには私の落書き入りの番組ステッカーをお送りします。そして次回のお題はこちらです。はい、ということで次回のお題でもアテレコセリフを送ってきてください。以上、すごいよかりんちゃんプレゼンツアテレコ選手権でした。本日社長がお休みのため謎の AI ロボシャーベが代わりにインタビューいたします。シャーベ、シャーベ、どっかで聞いたことある圧がありますね。謎です、謎の AI ロボです。謎の AI ロボ。さて、今日のお話ですが、マッカトさん先輩とかいらっしゃいますか？マッカトで先輩、ミスチル、あ、スピッツ、スピッツ。年齢的には、そうですね、年齢的には上だけどデビューが遅いから。やっぱりそうそうそう。ミュージシャンって上下関係とかあるんですか？ミュージシャンの上下関係はありますよ。やっぱあの M ステの時ティッシュの箱を譲らないといけない。あれ全員にもらえるやつじゃないですね。上から順番にもらえるから。それは知らなかった。やっぱそういう縦社会もあるんですね。そうですね、そういう先輩後輩関係なんですが、サニさんからメール来ております。ありがとうございます。マッカートさん、こんばんは。こんばんは。職場で今年定年退職を迎える先輩社員がいます。社内でとても頼りにされていた先輩で、私も本当にお世話になりました。盛大に送別会を開いてと思ったのですが、このご時世では難しいようです。せめて何か贈り物、花束プラス何かをしたいと考えているのですが、
定年になる年齢の方が喜ぶものが何かないか、同年代のマッカートさんのアドバイスをいただけませんでしょうか。よろしくお願いしますとのことです。これはもうマッカートの心の中で決まってます。ではプレゼントしたいサニさんに一言言いたいんだ。体験体験まあ酒元気になれるよ。ありがとうございます。はい、体験、うん、その心は一体体験ギフト、これが絶対いいです。なんか定年になったら真っ赤と思うんですよ。今まで一生懸命お仕事してきて、毎日毎日会社に通って、夜遅くまで働いてみたいなのがなくなった人って本当に何をしたらいいか分からなくなると思うんですよ。で突然訪れる孤独感と虚無感自分は世界のどこともつながっていないんだという喪失感、焦燥感だから体験ギフトを送るといいと思います。でなんか新しい趣味とか、その定年後のなんか新たな、はい、出会いとか、はい、ほら友達作る出会いとか、なるほど、なんか趣味との出会いとか、そういうもののきっかけになるんじゃないかと思って。あ、例えばどういった経営がいいんでしょうかね。なんか選べるやつがいいと思うんですけど、うん、中に入ってるものとしてはそうだね、なんかラフティングとか、うん、あとはなんだろう、銀シルバーアクセサリーを作るやつとか、なんかクラフト系がいいんじゃない。あ、なるほど、シルバーなんですね。陶芸とか、あ、そういうのもいいね。ちなみにマッカートさんが定年して、まあ、そういうやりたいことみたいなことってありますか。まあ、ミュージシャン、サーフィン、サーフィン意外とアクティビティというか、うん、行動的なやつですね。やっぱカリフォルニア出身だから久しぶりに出たけどカリフォルニア出身、そう、やっぱソウル的なものにはやっぱ海とつながってるんですね。そう、海とつながってんのよ。やっぱ海が俺を求めてるみたいなそういうとこあるから、やっぱ海に帰りたい。その今まで200何回やってきて、そんな海を出してきたことありましたか。なかったっけね。なかったかな。いやもう分かんないけど、マッカート今を生きてるからさじゃあ改めてサニさんもそういう先輩にいい贈り物ができるといいですね。そうですね、それもまたあなたの幸せにつながりますように。ということで、すごいよかりんちゃんではかりんマッカートさんに応援してほしい人を大募集。タイトルに応援希望と書いてどしどしメールを送りください。よろしくお願いします。放送234回目いかがだったでしょうか。お兄さん読んだ。番組ではメールを募集しています。ふつおたメール、かりんマッカートさんに応援してほしい方にメールが採用されるとステッカーをプレゼント。さらに番組冒頭の私への一問一答、私に歌ってほしいカラオケリクエスト、身につけろすごいことでチャレンジしてほしい企画も合わせて募集しております。カラオケいっぱい送ってください。メールアドレスはこちらとなっております。かりんアットマークセカンドショット .jp です。そして番組のツイッターのフォローお願いします。フォロワー数100ごとにレベルアップ。現在確定しているおいしいことはレベル230で出前を取って番組収録となっております。これからもみんなの力でレベルアップさせてください。よろしくお願いします。そしてお知らせです。高橋かりんオフィシャルファンアプリかりんのパレット会員募集中です。アニメぐんまちゃんが各サイトで配信中。そして高橋かりん伊沢美香子のゴジポンミュージアムが響きラジオステーションにて各週金曜日17時配信です。新番組ですからね、皆さんぜひご覧ください。ご覧くださいじゃない、ご視聴ください。そして7月10日テレビスペシャルドクターストーン流水が放送です。私はスイカ役で出演しています。よろしくお願いします。そして8月6日7日に山梨県の河口湖ステラシアターにてアサルトリリーサマーライブボラブリューテが開催されます。そして番組からのお知らせは、すごいよかりんちゃんファンディスク2やセカショカタログガールズメンバーズ2021がセカンドショット通販で販売中となっております。
ということで今回はここまでです。高橋かりんでした。バイバーイ。